あなたは絶対合格できる。どうも、ゆわんです。今回は共通テストの生物の対策の仕方についてお伝えをしていきます。共通テスト初めてでドキドキっていうみんなも多いと思うんですけど、まあ、でもぶっちゃけそんな怖がる必要はありません。なのでちゃんと基礎知識が頭に入っていたら、あとはちゃんと共通テストの問題演習するだけで8割9割の得点をすることができます。センター試験の時は例えば教科書に載ってる知識がバッチリ頭に入ってたら、それを当てはめるだけで解ける問題が結構多かったんですよね。ただ共通テストになって、あんまり見たことのない生物名が出てきたりとか、ちゃんとリード文を読まないと状況把握できなくって、せっかく覚えた知識が使えないっていう問題は結構多いです。増えました。これはぶっちゃけ増えました。だから本番での読解力やその判断力や洞察力っていうのは必要になってくるのがこの共通テストです。とは言ってもね、そんなにめちゃくちゃ難しかったり、リード文が長いわけではないので、リード文を読んでその情報を整理するっていう力ですよね。こう事務処理能力っていうんですけれども、まあ、生物で試されるのはぶっちゃけこれです。事務処理能力と国語力です。文章を読み取る力とそれを整理する力ですよね。まとめ直す力です。ただその国語力と事務処理能力が高いからといって絶対生物で高得点が取れるわけではないので、最初はちゃんと基礎の勉強をしてもらう必要があります。まずその勉強の仕方を教えますね。まずこのおすすめは必修整理ノート、生物基礎と生物 B5 サイズのテキストになってるのがすごいおすすめなんですけど、私も受験生の時に使ってました。で、中がですね、穴埋め形式になっていて、この穴埋めのところを赤シートで隠せるような色でまず書き込みます。それを隠しながら反復して覚えるだけです。7回以上この参考書を反復して、まずは穴埋め部分をしっかり覚えるようにしていきましょう。で、穴埋め部分を覚えることができたら、その後は黒い太字の部分ですよね、穴埋めになっていないところも重要な知識を覚えていくようにします。そうすることでこの一冊完璧に頭に入るようになったら、共通テスト9割の土台ができることになります。で、その基礎知識を覚えるときなんですけれども、理科の教科全体に言えることなんですが、まず全体像をつかむっていうのがすごく大事なんですね。で、全体像をつかむためにはゆっくりゆっくり覚えたり反復したりしてるとなかなかつかめないところがあって、一気に全体をざっと短時間で見切るっていうふうにすると全体像ってつかみやすくなります。だからこの参考書を反復する前に生物の教科書ですね、それぞれ持ってると思いますが、生物基礎と生物の教科書をですね、3日間で一気に全部目を通す、もう隅々まで一語一句読み切るんですよね。そしたら生物ってこんなことを扱うんだなとか、こういう話をしていくんだなっていうのがざっくりと頭の中に入ってくると思います。そうやって全体像を作ることが自分の中でこの生物基礎や生物を勉強する時のマインドマップになるんですよね。マインドマップというのは地図のことです。ああ、教科書で読んだ時のあの時のことを言ってるんだな、あれの内容、あ、これあったあった教科書にみたいな、そうやって一回でも目を通しておくと見たことあるなっていうことからちょっとね興味を持っていたりとか、その項目に対してアンテナが立っていたりするので知識の定着が早くなっていきます。なので勉強する順番としては、生物の勉強を始めるときにまず生物の教科書を3日間で読み切る、これは今生物の勉強をしている人でも途中でも構いませんので、一気にそうやって通読したことがない人はぜひ一回やってみてください。図や写真がすごく豊富で全体像がつかみやすいものになってるんですよね。だから教科書ってね、ちょっと舐めがちだと思うんですけど、実はすっごく優秀な教材です。で、全体像をつかむためにですね、教科書はざっくり薄く広くつかむとしたら、もう一つ全体像ががっちりつかんで、もう自分の基礎知識にしてしまって自分がアウトプットできる知識にしていくっていう勉強法があります。それはですね、生物の博士法ですよね。こんな感じでですね、教科書にまとまってる図を簡単にですね書いて、例えばこの脳の図だったら、大脳の場合であれば様々な髄運動、高度な精神活動を行う、肝脳の場合だったら体温、血液濃度、摂食、睡眠の調節などっていう感じで、ずっと名称と働きをセットで覚えちゃうんですね。これを博士法と言います。一元化するとも言いますよね。で、こういうふうに図に覚えたい知識をまとめて、この1枚の紙に載ってる知識をもうこの博士の状態から書き出せるようにするんです。これね、別に見たらわかるじゃないですか、大脳知ってるよ、肝脳知ってるよ、中脳知ってるよって、ね、図を見たらあ、わかるわかるとなるんですけれども、これは知識としてはまだまだ全然甘いんです。例えば大脳ってどういう働きをするとか、あ、じゃあ脳について喋ってって言われたら5分とか10分で全部脳の働きについて言えるみたいなね、まあ、10分はちょっと長すぎかもしれないですけど、大学受験で使う知識であれば脳って何とか、じゃあ細胞について話して、細胞小器官について話してって言われたら、スラスラと芋づる式に知識が出てくるような、そういう勉強っていうのが生物はめちゃくちゃ効率が良くなります。
断片的にミトコンドリアはこう、小胞体はこうっていう風に断片的に覚えるんじゃなくって、それらは一つのこの植物細胞っていう図ですよね。例えばこういう植物細胞の図であれば、植物細胞についての細胞小器官全部まとまっているとかっていうことですよね。こういう全体像を含む勉強が生物はすっごい効率を良くしてくれます。なんか断片的に覚えるのはすごく効率が悪いのでやめてしまいましょう。まあ、ある意味必修整理ノートは断片的な勉強や知識を入れていく勉強かもしれないですが、そういう最低限の用語をしていったり知識を入れていくっていう勉強は絶対に必要なので、それはやっていってください。それをやりながら教科書を通読して全体像をつかむ、そして重要な図は白紙法で白紙にまとめてしまって真っ白な状態から書けるようにするっていうことを心がけて勉強していってもらえれば、この勉強をしっかりやればもう確実に共通テストの生物で9割を取る実力がついていきます。この勉強をそのミスターステップアップで出版して、この大学展勉強法の反復法で音読法で実践してですね、反復して仕分けをして、口でブツブツ言ってスラスラとよどみなくはっきりと正確に知識が出てくるように勉強を進めていきましょう。で、そうやって基礎が完成したら次は共通テスト対策ですね、問題を使った勉強になっていきます。まずこういった可愛いとかですね、寸大さんからこう共通テストの総合問題集みたいな形で実践問題集っていうのが出版されています。これですね、一冊用意してまずは問題を解いてみましょう。で、解いた問題をですね、ちっちゃくコピーして、答えもちっちゃくコピーしてノート作りをします。どうするかっていうと、ちょっとこれは数学のノートなんですけど、こんな感じでですね、左側に問題を貼って右側に答えを貼ります。で、この見開き1ページでその問題と答えを一覧できるようにするんですよね。はい、さて一覧できるようにしたら、その自分が今まで覚えた基礎知識をどうやって使えばこの問題を解くことができたのかとか、例えば実験考察問題だったらどういうふうに情報をまとめればもっと早く解くことができたのかっていうことを反省や改善点を書いていくんですね。とにかく書き込んでいくんです。で、書き込んだノートを反復してください。これも7回以上反復して、この共通テスト形式の問題の 5回分ですね、まあ、いわゆる5年分の問題をまずノート切り貼りして反復しきるようにしてください。で、5年分反復して完璧に解いてですね、例えば1時間のテストなので40分ぐらいで満点が取れるぐらいスラスラ解けるように練習してください。そしたら新しい共通テストの問題を1回解いてみてください。そこで何点取れるようになっているか、でなんかここで5年分完璧にした受験生は大体もう 7、8割は取れるようになっているはずです。あとは演習量ですので、共通テスト形式の問題をですね、どんどん解きまくるようにしていってみましょう。こういうふうに勉強していってもらえれば、共通テスト対策のみならず二次試験の試験の対策にもなっていきますので、こういうふうにしっかり白紙を作って完璧に書き出せるようにするっていうことをですね、覚えるときはしんどいですけれども、慣れたら割とですねスムーズにできますし、問題出てきたときにね、あ、これ白紙法で覚えたみたいな、それが嬉しいんですよね。で、スラスラ解けるんですよ。白紙法を図で丸ごと覚えていたら、どんな角度から聞かれてもね、答えれるようになりますから。例えば大脳だったらね、この脳の部位は何かって聞かれたら答えれますよね。じゃあ何々脳の働きは何かって聞かれたらスラスラ答えれますよね。なんか図を丸ごと覚えてしまえば、どんな問題でも答えられるようになる、網羅性が高くなるんですよね。なのでですね、そういう風に生徒の勉強をやっていってもらって、共通テスト8割9割獲得するのみならず、二次試験のですね、勉強の対策も同時にやっちゃうというですね、この画期的な大学展勉強法をですね、ぜひ実践してやっていってください。やっぱり理系の皆さんはね、生物にはめちゃくちゃ時間かけるとかっていうのは難しいと思います。国公立であれば国語も社会もありますから、生物はとにかく膨大な覚える量をいかに短期間で効率よく最短で覚えちゃうかっていうのがコツなので、これが間違いなく最短の方法です。ですので、ぜひこの夏で実践して、夏の時間を効率よく使い切れるようにですね、やっていてみてください。ということで、この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではありがとうございました。